銭形平時取物控え、野村古道、死人の手紙。一。親分、死んだ人間が手紙を書くもんでしょうか。慌て者のガラッパチは、今日もまた、へんてこなネタをか限らしてきた様子です。 ちびさしの影がようやく深くなって、江戸の秋色も一段とこまやかな菊くきのある日。何を言うんだ。生きている人間だって書けねえのがうんとあるぜ。平次は逆焼きを当たってもらいながら、振り向いてみようともしません。もっとも、カミソリを持っているのは、肩だす気をかけた。 小女房のおしず。酒焼きはようやく済んだが、顎のあたりへ刃物が来ているので、危なくて体も動かせなかったのです。だから、死人の書いた手紙は変でしょ変だとわかったら、俺のところへ聞きに来るまでもあるめ。今日はめっぽう忙しいんだ。おめえなんかをからかっちゃいられねえよ。 へえ、それにしても低層なおめかしじゃありませんか。新色でもできたんで。バカだなあ。あたりを見てからものを言うがいい。後ろに立っているのは俺の女房だぜ。へっ、ちげえね。その女房の手には刃物を持っているんだ。冗談にも浮気の話をされると、俺はヒヤヒヤするじゃないか。まあ。 恋女房のおしず。ちきで忠実で、まだ若々しくさえあるのが、夫の平次と八五郎のどう過ごした冗談に、カミソリのやり場に困って、一瞬立ちすくんだ形になったのも、無理のないことでした。はい、すいません。そんなつもりで言ったんじゃありませんよ。姉さんの命だが、 親分と来た日にゃ、無水で野暮で、女嫌いで。ケチで強情で、投片僕で、と来るだろう。掛け合い話のうちに、おしずはざっと当たって、愛しき夫の顎のあたりを、濡れて拭いで丁寧に拭いてやりました。二人の悪じゃれには、相手になってやらない覚悟を決めた様子です。 ところで、その死人の手紙ですかね、親分。八五郎はでっかいタバコ入れの中から、何やら小さくたたんだ紙を出して、自分の膝の上で念入りに伸ばしております。まだその死人の手紙がたたっているのかい一体どこでそんな縁起の悪いもんを拾ってきたんだ 平治は縁側にタバコ盆を持ち出すと、八五郎の話を盆の窪に聞く格好になって、昼下がりの日の中に、男性街のない狭い庭を眺めております。すごい年間ですよ、親分。ちょいと行ってみませんか。死んだ亭主から手紙をもらって震え上がっているから、親分が顔を出しゃ、どんなに喜ぶか知れやしませんよ。 都島でも心臓でも、凄かろうが当たり前の人間だろうが、傍者から手紙をもらうような女は嫌いだよ。でも、ちょいといい手じゃありませんかこいつは、なんとか流と言うんだってね。八五郎がそんなことを言いながら、膝の上でシワを伸ばしている上へ、平次はふと後期の目を走らせました。なるほど。 見事な手だな。そいつは大支流とか何とか言うんだろう。どれどれ。<laughs> 平治の探求本能はとうとう八五郎の期待に落ち込んできたのです。手に取ってみると、薄手の藩士に美しい手で書いたのが一枚。冷たいほどに取りすました文字に似ず、その文句は激烈で深刻で。 誠危機を帯びた恨みの数々が面々として綴ってあったのです。お前と柳幸恵の不定不審は許しがたいが、夫の死後の業績には、冥府の恨みも報ゆるよしはない。谷口金五郎に至っては、爆虐の誓いを破って毒刑を巡らし、この小倉家門を殺害せる罪。 千万供養を重ねるといえども、忘れるよしはない。近く閻馬王にこうて、かの身辺に厳じ、生きながら焼熱地獄に投げ入れて、阿弥の苦言を舐めさせるであろうぞ。その方も善否を改めて、柳幸恵を追いしりぞけ、身を慎んで罪を待つがよかろう。冥府にて、 勇気、小倉家門。こんな意味のことが少したどたどしい文章で、半木で印刷されたものの本のような行儀のいい克明さで書かれているのです。どうです、親分。あっしにはよく読めねえが、この手紙をもらったすごい豊島、小倉家門のご家のミサさんというのが、 震えながら節をつけて読んでくれましたよ。八五郎は首を伸ばしたり、額を叩いたり、長い顎をなでたり、平時の感動を強調する作業に夢中です。変なことがあるよ、八。何が変なんです親分。その紙を嗅いでみな。ぐ草臭いのはおめえのタバコだが、その他に、 ぷンとこう蛇邪行の匂いがするだろう。へ、ええ。八五郎はげんこつがもろに入りそうな、でっかい鼻の穴を広げてくんくんやっております。それが本物の倒木の匂いだよ。地獄でエモジャが倒木を使っているとは知らなかったよ。へ、ええ。八五郎はまだ腑に落ちない様子です。 その亡者の手紙は、誰かのいたずらに違いないよ。色っぽいゴ家と、その柳とかいう武家の中を妬んで、そんな手紙を書いた、日本橋の亡者があるんだろう。あんまり騒ぐと笑われるぜ。でも、この手紙の手は、間違いもなく、死んだ夫、小倉家門の書いたものだと、ゴ家の三章さんが言いますよ。八五郎はなおも粘りましたが、 まあまあもう少し待って亡者が技をするのを見ることだ平次は見越しをあげようともしません、2. ところが亡者の技は思いのほか速くその上想像以上に鮮やかなものでした さあ、親分、亡者がとうとう技をしましたよ。八五郎が飛び込んできたのは、それから三日目の朝でした。なんだ、相変わらず想像しいじゃないか。でも、あの死人の手紙の通り、谷口金五郎という老人者が殺されているんですぜ。平次はそれを聞くと。 立ち上がって手早く支度を始めました。八五郎をからかいすぎて、うっかり出動を遅らせたために、亡者に先手を取られた淡い悔いを感じているのでしょう。さあ行こう。どこだじってを腰に、朝裏を突っかけると、後ろに女房を押しずの切り火が鳴ります。 少し遠いんですかねまさか地獄の一丁目じゃあるめえ。何麹町の二丁目で。二人は洒落の目しながら、神田明神下から麹町二丁目へと飛びます。八五郎が案内したのは、二丁目の裏通り。御用空き地に面した三軒建ての長屋で、場所柄でもあり、 木口も建具も丁度も、老卓とは思えぬ洒落たものでした。三丁目寄りの一番端っこは、殺された谷口金五郎の老卓で、その隣の真ん中の家は、小倉家門の御家、三竿の住処。そして最後の一軒には、亡者の手紙で呪われた、 柳な恵という若い浪人者が住んでおります。問題の家、谷口金五郎の老宅へ入っていくと、六丁目の銀六という顔のいい御用聞きが、手下の若い者と共に物々しくも固めております。おお、銭形の親分。 遠いところをよく聞き込んだね。六丁目の銀録は、寝たましいような小腹の立つような、そのくせ心からほっとした様子でした。何八の野郎が聞き込んでね。平次はさりげなく答えます。ともかく見てくれ。底辺な殺しだよ。 銀録はそれでも打ち解けた様子で家の中へ平時を誘い入れました。入り口は二畳で次が六畳二間。手前は茶の間で奥は主の部屋になっております。血の海の中にしょんぼり座って死体を自分の体で隠すようにしているのは 十九か二十歳の美しい娘でした。武家風の匂いもない、色白のつつましやかな娘。平時の影がさすと、わずかに上げた顔が、涙にむされてのぼせているのさえ、言いようもなく物あわれです。お嬢さんのおゆりさんだ。銀六はそう言って、 平治のために道を開きました。お気の毒な。平次は一人ごとを言って死体に近づくと、娘の横からそっと差しぞくのです。谷口金五郎は五十そこそこ。油ぎった体にはまだ若さが残っておりますが、手足は思いのほか華奢で、 血を失った顔は青くさえ見えます。傷口は喉笛から右耳の下へ斜めに裂いた凄まじいもので、獲物は合口か脇差しか、肉のはぜているところを見ると相当葉の厚いものらしく、老後連達な五十年配の武家を虫のように殺した手際は容易ではありません。 部屋の中は取り乱した様子もなく、小机が一つ、手文庫が一つ、食材のろうそくは燃え尽きて、血潮の中に浸った座布団の上に、谷口金五郎の死体は昼のみなりのまま横倒しになっているのでした。取られたものは、平次は娘の方に向き直りました。 何にもございません。このお姿を見つけたのは今朝私が二階から降りてお食事の仕事を済ませ、いつものように雨戸を開けて縁側から声をかけましたが、返事がないので障子を開けますと。おゆりは固唾を飲むのです。その時の驚きを思い出したのでしょう。とじまりは 変わりはございませんでした。縁側の雨戸の山も落ちておりましたし、お手も入り口も何の異常もなかったと存じます。平次はうなずいて立ち上がると、八五郎に手伝わせて縁側の四枚の雨戸を閉めてみましたが、そこで意外なことを発見したのです。山は一人で降りるんですね。 これじゃあ下手人はうちのものと限らないわけでフェミニストの八五郎は若くて美しいおゆりが下手人でなくてほっとした様子ですお父上おぶげの方は元の座に帰って平次は聞くのです読書きそろばんが得てで若い時からお蔵方の役目を仰せつけられ 武芸に励む糸間もなかったと、そればかりを苦にいたしておりました。おゆりはさすがに神戸を垂れるのです。ゆうべ、お客はございませんでした。ゆうべばかりでなく、父は付き合い嫌いで、滅多に客も参りません。日頃お父上を恨む者などは。さあ。 おゆりは首をかしげるのです。若い娘には思い当たらない様子です。お嬢さんのご縁談などは。娘は黙って首を振るばかりでした。3銭形の親分、どうだい、見込みは。 庭へ降りて乾ききった軒の下にありそうもない足跡などを探していると、六丁目の銀緑はうさんの鼻をうごめかしながら近づいてきました。まだ何にも。平次は素直に頭を振ります。お嬢さんのお入りさんをしつこく追い回していた男のことを聞いたことだろうな。いや、 それはまた銭形にも逃げない。お嬢さんがあんなに綺麗だから、町内にも気のあるものは三人や五人じゃなかったが、その中でもとんだ制限が一人あったんだよ。うん。元谷口家に奉公していた木三太という若党だよ。ちょいと小粋な三重男だが、あろうことか、主のお嬢さんにのぼせて手ごめにしたとかしないとか、 一時は底辺な騒ぎもやったが、親子の谷口金五郎さんに見つけられて、手ひどくたしなめられた上に追い出され、四つ屋の親類に身を寄せて、相変わらずうろうろしていたんだ。現に、夕べも酔いからうちを飛び出して、夜半近くなってからぼんやり帰ったと聞いた。若いもんをやって、有無を言わせず縄を打たせ、見つけの番所に預けてあるが、念のために行ってみちゃどうだ。 いや、とんだお馬屋の木さんたさ。六丁目の銀六はいかにも得意そうでした。わざわざ神田から来た銭形平治の鼻を明かして、顎の下から下手人をさらったのが、この中年男の自尊心をすっかり満足させたのです。それはいい塩梅だ。が、 そのキサンタとかを見る目に、俺は二三人会っておきたい人間があるよ。六丁目の親分は先へ行ってくれまいか。ああ、いいとも。それじゃあ銭形の親分が来るまでに、口書きの用意でもしておこう。六丁目の銀六がいい心持ちそうに立ち去った後、平時の後ろからそっと囁くものがあるのです。 キサンタはそんな悪い人じゃありません。助けてやってください、親分。振り返ると、娘おゆりの、それは突き詰めた顔でした。自分を追い回して手ごめにまでしようとしたしもべに対して、こんな真剣な同情を持つのは何としたことでしょう。よく伸びきった美しい姿。 健康そうではあるが申し分なく優しい人柄などを平次はどんなに好もしいものに見たことでしょうお嬢さん心配なさることはありませんよ平次は妙に引き受けたようなことを言って庭続きの第二の長屋小倉家門の御家三沙の家へ行くのです 小倉家紋のご家の家は、谷口金五郎の家とよく似てはおりますが、それよりはさらに贅沢で、いくらか女女体らしい色彩があります。取り次ぎに出たのは、六十年配の下女。おくというのだそうですが、少しもうしている上に、耳が遠く、何を言っても容量をえず、 さすがの平次ももてあましているところへ、聞きかねた様子で、奥から女主の三沢が出てきました。それは、パッと咲き誇ったボタンのような女でした。少し御主殿風なやぼったさはありますが、油の乗り切った三十二三の女盛りで、まさに非凡の魅力です。 あっしは、神田の平次というもんですが。と名乗るのを。存じております。こちらからこそ、お願い申し上げたいと思っておりました。さ、どうぞ。まことに手を取らぬばかりの丁寧な応対です。通されたのは奥の六畳で、ちょうど隣の谷口金五郎の部屋。あの死体を置いてあるところと、 壁一枚を隔てている様子ところで早速ですがお苗木ゆべのお隣の騒ぎに気がつきませんでしたか平治は座も定まらぬうちに第一問を出しましたいえ私はとんだ寝坊でミサは決まり悪そうに笑うのですでも お隣へ人が来ればわかるはずだと思いますが、平次はそう言いながら壁隣へじっと耳をすますのです。四つ過ぎに人の話し声が聞こえたようですが、あまり気にもせず眠ってしまいました。三沢は言いかけて口をつぐみました。お隣とのお近づきは、 七年前まで、谷口様と私の連れ合いの小倉家門と、右隣の柳様五仙台伊織様とは、ご同伴でございました。いずれのご伴で。申し上げにくいことですが、いずれは知れずに済まないことと存じます。歌集の師範とだけ申しましょう。私の連れ合いは、江戸おるすい。谷口様と柳様五仙台は、お蔵屋敷の係で。 平時は黙って先を促します。七年前の秋国元から差し送られた御用金一万両築地の蔵屋敷に押し入った賊のために奪われ係の谷口様柳美様は切腹を押せつけられるはずのところ私の連れ合い小倉家門の取りなしで長野糸間に相なり生地口を聞いた私の連れ合いも 残者のために訓前を遠ざけられて身を退いて三名ここの三軒長屋に落ち着いて帰産の時節を待っておりました三年目に柳様先代伊織様は病死続いてこの春私の連れ合い小倉家門もお隣の谷口様のところに招かれてしたたかに命定して帰りその世のうちに相果てました 残るは谷口金五郎様お一人だけごさんのかなうよう百歩を手を回していらっしゃいましたがそれもゆうべ非業の最後を遊ばしました操は大して物を隠す様子もなくこうすらすらと打ち明けてくれるのでした4 お苗木、これはどうしたわけで平次は紙入れの中から、亡者の手紙を出して、三沢の前に押しやりました。はい。三沢ははっとした様子で、思わず居住まいを直すと、片手を畳に落としました。今までの打ち解けた縁容が改まって、陰った青い眉。 劇場にそよぐまつげ、右髪の雨といった、慎み深い姿になるのでした。こんな手紙はそっと焼き捨てるのが、女のたしなみのように思うが、それを八五郎風情に見せたお心持ちは、あっしには飲み込みかねますが、平次は遠慮なく突っ込んでいきました。ごもっともなお言葉。 私の浅はかさ、今更面目次第もございません。でも、柳様とのことは、世上の噂の方が大変で、どんなに隠しても、いつかは親分方のお耳に入りましょう。それに、橋渡しをする人があって、柳様もまだお一人身のことでもあり、年上の私を承知で、晴れて一緒になるようにと、務められている折りでもございます。 ミサオは静かに、そしてしごく当たり前のことのように言うのです。それに、夫・家ンが死んだのは、胃の病の吐血のためということにされてしまいましたが、日頃そのようなけぶりもなかったので、谷口金五郎様のところに呼ばれてしたたかに飲んだお酒に、何やら仕掛けがあったのではあるまいかと、私の疑念は今でも晴れません。 あの恥ずかしい手紙を八五郎親分にお目にかけたのは、私の不面目を忍んでも、夫の恨みが晴らしたいためでございました。八五郎親分にお目にかけさえすれば、いずれは銭形の親分のお目にも止まりましょう。でも、仇はやはり誰かが打ってくれました。生きている人間か、夫の亡霊か、それは私にもわかりかねますが。 言い終わって、ミサオは膝の上に手を重ねるのでした。青い眉を垂れると、鼻筋が美しく通って、紅のない唇には、ほのかに泣きじゃくりが震えます。いかにももっとも。で、この手は確かに亡くなった方のもので。間違いはございません。夫・小倉家門は、 大支流をよくいたし、若殿様お手習いのお手直しなどをいたしました。お内木は、ほんの金書きを少しばかり、夫の真似などは思いもよりません。もう一つ伺いますが、お内木と柳様との橋渡しを申し出たのは、家主の五郎兵衛殿でございました。若い二人が隣り合わせにそうしているのは、決していいことではない。 気心も知った中であり嫌いでなかったら私が仲人になろうとさすがに恥じらう風情で操は神戸を垂れますところでこのタンスは近頃動かしたように見えますが平時は隣との境の壁際に置いたタンスのそばに一尺余り畳の色の新しい部分があり タンスもまたひどく横の方に寄っていることに気がついたのです。ネズミが穴を開けましたので、それを塞いだまでのことでございます。ちょっと見せてもらいますよ。八五郎をお目で呼んでタンスを動かしてみましたが、それが思いのほか軽く、大した苦労もなしに動かした後ろ、ちょうど背の高さほどの壁に、 柱に沿って子供の拳ほどの穴が開いているではありませんか。のぞくとお隣の谷口金五郎の家のあの死体のある部屋の半分ほどはよく見えます。この通りひどいことをするいたずら者でございます。ダンスは昨今動かしたものらしく、 中から出したらしい着物などが部屋の隅に高々かかと積んで、その上に風呂敷などをかけてあります。迷惑でなかったら二階を。平次はもうはしご段を踏んでおりました。取り散らかしておりますが、<laughs> 女主三竿の言葉を下に聞いて、平次と八五郎は、 このさながらの光景に踏み込んでおりました。たった六畳ですが、快く整頓して、窓の下に置いた小机文具の清潔。金字の二枚屏風に土佐葉の絵がやや剥げたのもゆかしく、押し入れを開けると、ヤグは絹物の贅を尽くして、床の間に置いた筒入りの千字紋と定金往来は、 多分、亡くなった主、小倉家門の筆によるものでしょう。肉質の文字のところどころににじみのあるのは、手習い子がすきうつした心なきいたずらとも見られるのでした。表の方は張り出し窓で、三軒一用の作り。恋猫の通い字らしく、ひさしが緩んで、 手すりに傷などのあるのが、あさましく目立ちます。平次は、丁寧に両隣へ目を配って、女主のミサに挨拶すると、そのまま外へ出ました。親分、すごい年までしょこう、色っぽくて上品で、紅葉種類で化粧をしたら、どんなことになると思いますえ、親分。 後ろから追いすがる八五郎。ご手伝崩しは俺は嫌いだよ。ええ。それに、あのネズミの穴は隣の谷口金五郎の方から無理に開けたものだし、二階の手すりの具合じゃあ、柳幸恵という子猫は夜な夜な久しを渡ってあの手すりの下から覗いていた様子だ。とんだ端っかきな二本差しどもだよ。ええ。俺はもう嫌になったよ。 おめえは番所へ行って、六丁目の銀六親分に会い、若党の喜三太は谷口金五郎殺しの下手人じゃないと教えてくるがいい。ええ。谷口金五郎はあのキサンタを追い出した主だ。娘を手ごめにしようとした下郎を虫けらのように憎んでいたに違いない。その下郎の喜三太が元の主の部屋へのこのこへいれるわけはないし、物も言わさずに、 正面から喉笛を切れるはずもないじゃないか。なるほどね。それに、あの娘がキサンタをかばっているところを見ると、二人は思ったより仇同士のような気になっていないのかもしれない。えおめえはキサンタの縄を解いてやった上、いろいろなことを聞き出してみるがいい。平次はこれだけのことを言いつけて、隣の柳幸恵を訪ねてみましたが、 ここは戸が閉まって昨日から留守。この上手の下しようもなかったものか、諦めた様子で明神下へ帰ってしまいました。ご親分、天眼痛だね。八五郎が帰ってきたのは、 その晩遅くなってからでした。低うなことを言うなよ。あのおゆりという娘が若党の木さんたといい仲だってことだろう。平次は女房のおしずに目配せして、一度しまい込んだ晩酌の膳をもう一度出させて、新しく一本つけさせるのでした。手ごめなんかとんでもねえ話で、現に夕べも、 キサンタとおゆりが相引きしていた様子ですよ。二階に寝ている娘が、下で父親の殺されるのも知らずにいるはずはないと思ったら、御用き地の隅の捨て石の上かなんかで、夜半まで泣いたりくどいたりしていたんですね。それから、殺された谷口金五郎は、年がいもなくお隣の苔に気があったそうですよ。それはわかっているが、侍だって、こちラだって、 あれほどのご家の隣に住んでいると、壁に穴を開けたくなる人情に変わりはありませんね。それっきりか。それっきりなら気度は消えしていくらいのもんで、これからが底辺ですよ、親分。早くぶちまけてしまいな。あの色ご家の亭主、小倉家門が吐血で死んだのは、隣の谷口金五郎に呼ばれて散々飲まされた晩じゃなくて、それから三日も経ってからのことですよ。 キサンタの野郎を助けてもらった礼に、あの可愛らしいお嬢さんが教えてくれたんだから、間違いはありません。柳幸恵とあの小倉家門のご家との中は、どうも昨日や今日ではないようですよ。久しがあれだけ緩むには、深草の少々ほど通わなきゃなるまいな。ところが近頃、その深草の少々じゃない、柳幸恵という浮気侍が、みそごい色ごけに嫌気がさして、 若くて可愛らしいおゆりさんの方にちょっかいを出しているという評判がありますが、こいつはとんだ女さやあてになりやしませんか。うん。そいつは初耳だ。でしょう、親分。だから、親父の谷口金五郎を殺したのは、柳幸恵のようでもあるし、そうでもないようでもある。その柳幸恵という浪人は、ゆうべどこにいたんだ。昨日の朝からまだ帰ってきませんよ。 金はあるし、男はいいし。おめえみてえだな。中町へくり込むと、三日も来ないことが時々あるそうですよ。八五郎の報告は、それで全部でした。ご苦労、ご苦労。そんなことでいい。ところで、明日は屋主のゴロベと近所の州の噂をできるだけかき集めてくれ。親分は この一件は因縁が深いよ。俺は三人浪人の元の主を探し当てて、その用人にでも会い、昔のことを洗いざらい聞いてみるとしよう。平次は事態の難しさと、その奥行きの深さを見て取ったのです。その晩はそれっきりになりました。あくる日の夜持ってきた八五郎の報告も、 大して変わったことがなく、三元長屋の浪人はいずれ劣らず裕福なことと、今年の春死んだという三沢の夫の小倉家門は、部男でケチで、ヒゲマンでおせっかいで、町内中の鼻つまみであったということ。それにもかかわらず、谷口金五郎と柳幸恵は、 家来か何かのように扱われていたということなどが重要なものでした。6さあ、大変親分八五郎が例の調子で大変を持ち込んできたのは、それからまた五日ほど経った頃でした。どうしたというんだ、八。 二丁目の三軒長屋で、また殺しがあったんですよ。今度は誰だ色男の柳幸恵という浪人者で、俺もそんなことにならなきゃいいがと思っていたよ。すぐ行こう。八五郎の手配が良かったので、この知らせを聞いたのは朝のうち。麹町二丁目へ着いた時は、まだ検視前の、 長役人と六丁目の銀録が死骸を外に置いたまま、むしろをかぶせて、野獣馬を追い散らしているところでした。銭形の親分、またやられたよ。銀録も縄張り打ちから二度目の殺しを出して、さすがに面目ない様子です。そうだってね。そばへ寄った平次は、 むしろをはいで一目、惨憺た,たる死体を見てうなりました。やなみゆというのは27、二十七八。ひげの跡の青々とした、背の高いいい男でした。傷は谷口金五郎と全く同様。喉笛から右の耳の下へかけての斜め一文字で、頸動脈を切った血潮は八方に飛び散り、 そばにある植木の浜でしぶいているのは、ものすごいことでした。死骸は自分の家の目、日差しの下にあったんだ。外から帰ってきて、戸を開けようとしたところ、後ろからやられたんだろう。六丁目の銀録は説明しております。刃物は何でしょうひどく肉がはぜているが。 八五郎がそんなことに気がついたのはさすがでした。この名の谷口という浪人の傷とそっくりだろう。切った後がこんなになる刃物を、おめえは何だと思うわかりませんね。六丁目の親分、死骸を見つけたのは誰だい変な物音がしたんで、向こうのうちの家主の五郎兵衛さんが明かりを持ってきて見たそうだよ。 四つ半過ぎだったというが、それから近所の衆が騒ぎ出したが、何しろお隣は二軒とも女ばかり、叩き起こしたところで使い走りの役にも立たねえ。柳という人の家の戸は、閉まっていたよ。うちから念入りに閉まっていたが、鍵も何にも持っていないところを見ると、どうして自分の家へ,へ入るつもりか見当もつかないよ。 もっともこじ開けて家へへってみると2階の雨戸には締まりがなかったお武家でも独り者は用心が悪いね死骸をよく見せてくれ肩と腰のあたりに内身があるようだつかみ合いでもやったあげく切られたんじゃないのか銀録は子供投げですが平次はなおも八方に飛び散った血潮の跡などを念入りに探しております それにしても、こんな高いところまで血がしぶくはずはないよ。さぞ暴れたことだろうな銀録の片付けた話を後ろに聞いて、平次は柳幸恵の老宅の中へ入りました。ここもなかなかの贅沢な長度ですが、そんなものには目もくれず、二階に登ると、雨戸を開けて、ひさしの上へ降りてみます。 八、この通りだ。おめえは大急ぎで下へ降りて、三軒長屋から飛び出すものがあったら、誰でもいい。その場で取って押さえろ。平次はひさしの上に散った、あずき粒ほどの血の飛沫を見ると、八五郎を下へ追いやって、ひさし伝いに。かつて柳波幸恵がお隣の二階に通った通りを、 小倉家紋の二階の手すりにたどり着き、障子を開けて音もなく飛び込んだのです。あ親分、誰に許されてそこにいたのは女主のミサオ。この春死んだ小倉家紋の美しい御家でした。一度ははっと驚いて逃げ身になりましたが、 次の瞬間には構えを直して、真正面から狂心の目を平時に向けたのです。お内木、飛んだところから入ってきてすみませんが、二丁のカミソリをどこへ隠すか、それを知りたかったんですよ。あの肉のハゼ具合じゃ、二丁輪を合わせたカミソリにちぎえねえ。カミソリというやつは厄介な道具で、山があるから一丁じゃ人殺し道具にならねえ。 無礼だろう、平治。日差しの上に血があっちゃ、逃れようはありませんよ、おないぎ。別れが惜しいとか何とか、ひさしの上で男に抱きついて、男の後ろから回した手で喉笛をかっきりながら、左の手で突き落とし、飛び散る血を避けた手際は鮮やかだね。8日目に谷口金五郎を殺したのも同じ手だ。あのお嬢さんと若党が御用空き地で相引きしている隙を狙って、 壁の穴で打ち合わせてこっちから出向き、年寄りの相手が夢中になって抱きついてくるのを、合わせかみそりで一思いにやったことだろう。違う、違う、あれは亡くなった夫の亡霊。ミサオは飛びのいてきっと身構えるのです。青ざめてはいるが、凄まじくも美しい年まぶり。八五郎がすごいと形容したのを、 ふと平は思い出したりしましたた。りま冗談でしょう。怪談話などはこちとらには通用しねえ。精一杯証拠を隠したつもりでも、その床の間の千次門と定金往来をそのままにしておいたのは大手抜かりだ。<laughs> <laughs> 幽霊の手紙には薄用は念が入りすぎたよ。死んだご主人の字を 一つ一つ国名に移したのは定した骨折りだが、字並びに無理があって、本当の名室が書いたものとはどうしても思えなかったんだ。その上、千字門と定金往来に、ところどころにじみがあったんで、種はすっかりわかってしまったのさ。平時の論告は、水も漏らさぬ整然たるものがあります。う <laughs> 悔しいどっこい。 そのカミソリは血を洗い落としたばかりでまだ濡れているはずだ兵士の手から投げた久しぶりの銭はミサオの自害を一瞬前に止めて白い首筋に持っていったカミソリを叩き落としました続いて2階から飛ぶように降りたミサオ女だてらに入り口の格子に猛然と体当たりをくれてさっと表に飛び出したところ 待ってました八五郎がむずとくみついたのです。谷口金五郎と柳幸恵を殺した女界三竿を、平次は何の未練もなく、縄付きのまま、六丁目の銀録に引き渡しました。独特としてそれを引いていく銀録の後ろ姿を見て、親分、 なんだってこんな大手柄を銀六親分なんかにくれてやるんですか八五郎は花だ不服そうです。安心しろ。もっと大きい手柄があるんだ。来てみるがいい。平次は三沢の家の中をいろいろ物色しておりましたが、最後に今の畳、あの色の変わっているところに目をつけ、 タンスを動かして畳を上げると床板は調子街になって簡単な地下道に通じていることを発見しましたその奥に七年の湿気に朽ちてボロボロになった染料箱が塔も積んであるのを発見したことは言うまでもありません差し出した明かりの中でこれを見た八五郎と町役人たちが どんなに肝を潰したことか3人の侍が相談づくで主賀の1万両を盗み出しほとぼりの冷めるのを待って山分けにする気でいたに違いないあの3軒が3軒とも7年目に6を離れた浪人の住まいにしては恐ろしく贅沢だとは思わなかったか 事件落着の後、平次は八五郎のために、こう話してやるのでした。三人のうち、矢野見伊織は死んで、せがれの行方が後を継いだが、その行方と小倉家門の内義の三竿がいい仲になったのを、夫の家門が嗅ぎ出したことだろう。家門を殺したのは、谷口金五郎ではなくて、女房の三竿だよ。 ええ、あれは恐ろしい女だ。その弱い尻を谷口金五郎に捕まり、強引に口説かれて、とうとうこれも殺してしまった。が、その上、柳幸恵を亡き者にすれば、一万両の金は自分一人のものになると気がついたんだろう。ちょうど、柳幸恵の心は、谷口金五郎の娘のおゆりに移っていくのを見ると、ひと思いにやる気になったのは、 恐ろしいことだ。底変な女じゃありませんか。死人の手紙などは恐ろしい細工だ。どんな女でも自分の恥を自分でぶちまけようとは誰も思わないよ。柳幸恵と自分の不義を臆面もなく暴き立てて、谷口金五郎殺しの下手人を幽霊でないまでも他のものと思わせた細工は、うますぎて恐ろしいくらいだ。 ふやぶん、あは薄寒くなりましたよ。世の中にはあんな恐ろしい女があると思うと。安心しろよ。あんな恐ろしい女はザラにあるわけはねえ。現に、親は悪人だが、あの娘のおゆりは、とんだいい子じゃないか。今度こそは、誰はばかるものもなく、若党の喜三太と一緒になるだろう。この救いのない事件にも、 平治にとってはたった一つの救いはあったのです。